そう、今回がね、見てください。老婆みたいな、こんな感じでね、トラブルインパラダイス。いいですね。という感じで、結構水着系、夏サマータイムみたいな、なんかそういう感じなんですよ。で、このイベントなんですけども、俺はウィングマンにも水着を着してほしかったんだけど、ということでやっていくんですが、今回、いつもの配信と違うことがあって、何かっていうと見てください。7200円残ってるんですけど、ちなみにこれマジで、俺今月もう1円も課金できないんですよ。普通物理的に。もうクレカの上限来ちゃってるんで、今日ほんと物理的に課金できないんですよ。申し訳ないんですけど。今日は当てなきゃいけないんです、マジで。だから、後から来た人たちは、今回本当に引かないじゃんと思うかもしんないけど、今回本当に引けないんですよ、物理的に。ということでやっていきましょう。サンスカット。ちなみに、皆さんね、もうわざわざ説明する必要もないとは思うんですけども、なんと今回ついにですね、今動画だとわかると思うんですけど、次左上の方にですね、動画だとわかるんですけども、なんと今回は、プロモーションを、なんと、プロモーションを、含みませんということでありがとうございました。で、見ていきまーす。まあ、もちろん、言わずもがな、この辺のスキンは本当にいらない。まあ、ちょっとね、俺ほんとショックなのが、もう、全員の声をね、代弁してあげるよ。なんでワトソンがないのか、かつまた、なんでレイスがないのかっていうね。そこがちょっとショッキングすぎる。まあ、でもまあ、っていう中で俺ちょっと今回、推しスキンがいるんで、そこはね、ちょっと後で説明していくんですけども、僕の推しスキンが何かはまあ想像しておいてください。ピアレス。まあまあかっこいいっすね、普通に。サブミラージュ。まあ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 。チルライセ。え？ミッドサマーで、戦隊もの来た戦隊もの。デカレンジャー来たデカレンジャー。で、ローバーね。これズームできませんよね、もうちょっと。なんでだよ、まあね、これもね、もうちょっといけたんじゃないかなって思うんですよね、正直。正直、もうちょっとお前いけただろっていう。で、これ、前も説明したんだけど、配信中に。このローバのスキンさ、いや、ちょっと私あんま海とか行かないから、って言って、いや、行こうよ、行こうよ、いや、行かないよ、って言って、岬も行こうよ、って、私も行くんだから、って言って、まあ、しょうがない、じゃあ、まあ、行こっかなって言って、ちょっと海好きじゃなくて、海に出るのも恥ずかしいなってやつが着る水着なんですよ、これは。老婆はそういうキャラじゃないだろ、お前。で、シア。まあ、シアは基本的にいつも上ラナの変態なんで、まあ、変わらないですね。で、次、これねステラスイマー。俺、これマジで当たりだと思うんだけど、今回語り、俺だってこれにしようかと思ったもん、今日サムネイル。ガチで。リングマンより。可愛くね、なんかこの、カタリスト。え、マジで可愛くない？なんていうの？メタル系のさ、V 系みたいなメイクしてても唇黒で、みたいな。っていうやつが、本気の化粧をしたがこれですよね。唇黒じゃないだけでこんなに可愛いお前って。これマジで当たりだと思うんだけど、カタリスト。俺カタリストガチ狙ってます、ちなみに。あ、普通にそのガチャ狙ってるとかじゃなくて恋愛的に。シェルショット外れ。くっそ見やすいらしいけど、でもまあ弱体化されるでしょ、もう確定で。そう考えると、もう、それがなくなったってなったらシンプルに普通にスキン自体はダサいんで、いらないです。外れ。で、ピースキーパー外れ。で、ウィングマン外れ。ハボック当たりだ！で、まあ、ウィングマンは、なんか、またね、アインシュタインなんですよね、ちょっと。なんか、前回のスキンもさ、そんな感じだったんだよね。もう俺ね、許せない。ウィングマンをしゃくれさせる奴らに。どれだったっけ、前回のスキン。どれだ？持ちすぎなんだよな。どれだっけ？なくなったんだけど、嫌いすぎて。ジェイドリボルバー！そうだ！ほら！またでも。まあ、ということで、今回は、クレカの上限的に、7200円、7200コインしか使えないので、10連かなで出したいと思います。まあ、僕がさっき言った10連出したいスキンは、老婆、カタリスト、ウィングマンっすかね。他は特にいらないかなっていう感じ。これちょっと当たりかもな。これ欲しいな、俺。そうしようかな。もうさ、どっちがいいと思います皆さん。俺、本当に今回7200円しか課金できないんですよ、上限的に。で、俺、もし今回出なかったら、まあ、次回、4月かなに課金をしてやろうと思うんですけど、でも、それってやっぱ逃げかなと思うんですよね。だから、ここでもう無理やり5パック今回解放して、もうクラフトメタルで。で、その、ここのいらない右の5個を解放した上で、今回マジ出しに行く。甘えるんだったら買わないんだよね。
今俺が説明した感じで、もし俺が甘えるんだったらこれを買わずに今回バーってやって、うわ出なかったわーって言っても4月にドス課金するからいっかーって思うのがこれ甘えじゃなくて、ガチで行くんだったらもう5個ここで課金をして、課金じゃねえわ、クラフトみたいで開けてから、でこの下のやつ今回当てに行って出なかったらもう終了、ウィングワンスキーはもう手に入らない今回はっていうのが俺甘えないパターン。どっちがいいかな、うん、どっちがいいんだろう。 あ、じゃあ分かった、じゃあこうしようぜ、一回引くわ、課金で一回課金で引いて、まあ一発出すわ、で一発で出なかった場合クラフトメタルで解放しよう他のやつらを。てかそうだよな、よく考えたら一発出せいいじゃん、何を考えてんだ俺は。まあ今までね神回神回とか言いながら一回も一発出しないんですよ僕は。一発で一発で出して終わろう、いきまーす。一発で出します、今回は神回でした、ありがとうございます、初めての神回ありがとうございます。まず当てますね、青金紫です。これが当たれば俺はウィングマン出る、はい行きます、来い、歴史を変える瞬間、青紫みんなー、オッケー456個、オッケー、もうこれ金しか出ないやん、ということで今回もう6500で決めきるしかない、ガチで。これはさっき言った通り紫スキンはとりあえず俺クレーセントカモミール、ちょっと俺かちょっと今回のカタリストスキンマジ当たりだと思ってるから、カタリストのこの公開モートはまあ来ても許せる、紫なら許せる。なんでまあさっき言った通り金スキンはローバーカタリストです。ここに出てもギリ神回なんじゃないか、得な段階であれば。それではまあカタリストローバーでもいいけど、まあウィングマン出してパパッと終わりたいですね、僕ナイナイ早くしたいんで。今日サンスクワットいきまーす。ローバ本当にローバ本当になんなら本当に一番欲しいまであるローバーが、本当は実はちょっとあんまりローバーが欲しいってちょっとなんかその、芝居意外とむっつりじゃんと言われても嫌だから言わないけど、ちょ本当に普通に一番欲しいのはローバー、全然来いウィングマン来い頼め、はいはい、だ違うんだよねお前、奇跡起こんない、エロいスキン、これ金で奇跡的に、うわエロ、おいバグってんのかこのガチャマジで、 100% じゃん。いやまあ5個解放したけどね自力で、でもにしてもじゃない、にしてもその上でまだマスケ出てくるの、どういうこと、難しいことやってるよね普通に、逆にねえもうやなんだけど、一回ギフトしようかん誰かに、サンタクロースシバ。俺前回って5個出したんだっけ、まあじゃあ3回読んで出せば記録更新ではあるんだね。俺最近ねちょっとずつね早くなってきてるんですよね、スキン出すの。あのお気づきの方もいると思うんですけど、俺の理論が正しければ3回目に出ます、もう相当縮まってきてるんでだんだん。なんでちょっと待ってこれで紫ガチャではない、は待っておかしい、確率が、え確率って働いてる今、有給取ってる確率って今、もしかして今有給中、うわそういうこと、夏休みか確率も、おい確率も夏休みじゃん、サンスクワット、おいマジでもうそんな粋な計らいしなくていいんだよ本当に。焦ってきたわこれ、まずいわ、一旦さ俺の大作戦って一旦ちょっとさ俺テクニカルプレイしたいんだけどさ、この通常アイテム2個あるじゃん、ここを金出してさクラフトメタル当てない、クラッシュメタルあったらさ、600だっけクラッシュメタル。多分1000になるんですよ、これが。ってことはもう一個解放できるんですよ、紫を。うまくいけば俺ね、もう一回ガチャ引けるんだよね、これ。てか俺、通常アイテムも大事になってくるっていう、今回。ちょっと、ここに関しては、俺は通常アイテム金も狙っていきたい。10% らしいけど、10% は引ける。こんなキモい確率引いてんだろ、俺が。まあ4回目ですね。まあ4回目に出しても前回よりも早いです。初めて出る金がウィングマンっていうのをまた恐れおしゃれじゃないですか。スタンスクワットイベント。よし金ね、まず通常アイテム大事だよ金、おおでも紫だねイベントは、でもクラタメタルクラタメタル、わいないないあ出た、おい情報量多いって、なんで紫なの、いやおかしいって、えちょっと待って、紫コンプリート配信オーバーカタリストウィングマンは当てるしかない、もうこれ他のスキいらない、ガチで出たら多分もう間に合わないよねこれ、コイン的に前回出たあたりかなこれウィングマン、まあじゃあ前回と被せてもう一回出しますか5回目で、はい金、ここも大事だよ通常も、まず金、はい金来た、やっと来た、じゃあウィングマンじゃない1回目で初金がね、誰だよお前マジでジジイこの野郎てめえ、
マジでまずいぞ。こっからあと3体目。無理じゃん、もうここから3体出すのは。一旦ここ次の回で老婆か。いや、もうウィングマンとは言わねえわ。もうウィングマンとは言わねえ、ガチで。申し訳ないけど。もう今までの配信だったらウィングマン、ウィングマン、ウィングマンですけど、正直今回の配信は一番カタリストが欲しいまである。だと、はい、来た。これ通常アイテムも大事だよ。ここじゃない、クラトメタル。クソが、おーい、マジでふざけんな、マジ。はい、じゃあフラットラインで、まあここは出ないんで大丈夫ですね。青金、まあこれフラットラインでしょう。まあでもこれで3つ全部老婆カタリストウィングマンポンポンポンって出したらもう俺今日超かっこいいと思う。残り3つで、じゃあいきますね。3スクワット、お願い、ガチで老婆とカタリストとウィングマン、老婆とカタリストとウィングマン、これをポンポンポンで出すのが一番おしゃれ。え、待って、なんか残ってるスキングロいな、よく見たら。あ、本当にやだ、このスキンやったら俺やめよう、エーペックス。ガチで嫌な気持ちになるかもしんない。いきまーす。3スクワット1イベントパン水着創造書。ちょっと今まで持ってたスキンで一番エロいスキン見よう。一旦ローバの、よし、これだな。はいはい、あーでもいいいいね、これ。よし、今俺頭の中脳内メーカーで見たら今俺 H っていう英語ばっかある。今この状況で引くことによってこいつを引き寄せる。頼む、ローバ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 、よし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 、え、こっちでやったらどうでもいい。はい、ローバ終わった終わった。誰かを諦めなきゃいけない段階に入った。ついにもう一キャラ出ないじゃん。あー、もう俺欲しかったのにこの隙。何を諦めよう、どうしよう。もうこっからはもう取捨選択ですわ。2個しか出せない、ガチャでは。カードになっちゃった。うわ、どうしよう。ちょっと待って、ローバー、カタリスト、ウィングマン、3つの中でどれを選ぶかだ。心苦しいけど決めたわ、さすがに。ローバーとカタリストにします、狙いは。俺結構カタリストガチで今回可愛いって俺結構前々から言ってる。前々から俺言ってんの、ローバ可愛い、ローバカタリスト可愛いって。これマジで一番いい好きだと思う、今回の好きに関して。今歴代でカタリストマジでお願いします。行くぞ、マジ頼む、カタリスト本当に欲しい俺。ガチカタリスト。女水着ダメ。キーは出やすい、さすがにキーは出てほしい。はい、来た来た来た、オッケー、カタリスト。よし！よし！よっしゃー、よかったー。いやー、よかったー、マジで。お疲れ様でした。今回のガチャ付きはもう本当によかった。いやー、まあ、出しちゃったよね。出しちゃった。ローバ、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 来た！キー！ローバ、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 ローバ！うわー、むけー！惜しいね。いやー、お疲れ様でした。今日の配信ね、本当に楽しかったですね。今回ここで終了っすね。あー、悔やまれるね、これは。いやー、ちょっと悔しかったなー、ローバ。